3連勝、原監督も最高の形、そう振り返っていました。迎えた今日の試合、見逃しの三振、ワンアウトです。4連勝を狙うジャイアンツ、連敗を4で止め、なんとかシーズンの終盤、ここからもう一度チームを浮上させる、そのきっかけを伝統の一戦でつかみたいタイガース。1番の藤村です。今日を含めてシーズン、ジャイアンツは残り51試合、タイガースも50試合、残り2ヶ月の戦いです。この3連戦が終えた時点でシーズンは残り3分の1を切るということになります。インサイド、今シーズン初めてイニングまたいでいる藤川ですが、この回非常に落ち着いているようにも見えます。ホームランというものがこう可能性のあるバッターとないバッターってのはいないんですけど、はい、こう大きいのを打てるバッターとそうではない、割とこう単打でいくバッターというのは分かれますので、はい、そういう意味では打順の当たり方がその大きなものを打たれるという可能性が少し比率が低いので、気持ちがすごく楽なんだと思いますね。やはりピッチャーそういうものなんですね。下位打線9番からというところ、1番の現在は藤村、この後も松本という打順です。ですからヒットが連続しなければ点数になりませんから、ジャイアンツはワンアウトですから、俊足の藤村、この後そして松本、ヒットで出れば得点圏に何かこう仕掛けて、それはありますね、走っていってという、そんな攻撃も見えてきますが、まずは出られるかどうかです。先ほどの実松に対しても、この藤村に対してもストライクを先行させ、ここはボールで2エンド2となっています。高め、三振です。町田さん、はい、パリーグ2試合ゲームありました。千葉のロッテ対西武は6対3で西武が勝ちまして、パリーグ2位のロッテが逆転負けしています。そして宮城の楽天対オリックスは延長10回まで行きましたが、結局0対0のスコアレスドローとなっています。以上です。はい、2者連続三振で2アウト、バッターボックス2番の松本です。今日は0対0の展開の中、6回の裏に高橋由伸セカンドゴロの間に三塁ランナー帰って先制、ただ檜山が山口の初球を捉えまして8回に同点に追いつきました。1対1の同点。タイガースもこの8月、いわゆる長期ロード、長期遠征のシーズンが始まっています。次甲子園に戻るのは8月31日の広島戦。この1ヶ月を、夏の戦いをどうしのぐか、タイガースにとってはその戦いも始まっています。さあ、まずはこの6連戦の初戦、ジャイアンツ戦。ピッチャーってやっぱりリラックスした状態で投げるといいボールいくんですね。それが感じ取れますか。これ誰かこうホームランバッターが出てくるとやっぱり少しやっぱ緊張ありますからね。変な力みが入ったり、入るんですけど、ここまではいわゆる藤川の素晴らしいボールが、そうですね、いってますもんね。いいところに決まっています。この松本に対しても2ストライク、あっという間に追い込んでいます。ここは落としてきました。松本も食らいつきます。ボールの見極め、以前のようにボール球を打ってストライクを見逃す、その状態の悪い時から今は随分といいタイミング、そしてボールが見えるようになってきていますという松本ですが、守護神藤川に対しては高め、バットは止まっています。
まあ、あの高さでバットが出そうになるんですけど、やっぱり相当速いわけですよね。故障もありまして3週間マウンドから遠ざかったという6月7月の時期もありました藤川。しかし守護神として戻ってきています。落としたがここはちょっと指にかかったか、悔しい表情です。この3連戦その初戦、引き分けドローなるのか、あるいはさらにここから何か展開が待っているのか。ツーエンドツーファウルです。もう一度引き直しです。見逃しの三振、インサイドにズバッと決まりました。最後は守護神の藤川が3人で仕留めました。10回の裏1対1の同点、引き分けに終わりました。高橋のセカンドゴロで1点、しかし檜山の値千金の同点タイムリー。3時間47分という熱戦、最後は1対1。